ヌメリー口は、イグチ目に属し、ヌメリー口かヌメリー口属に分類されるキノコの一種で、ある。傘は、幼児は、半球形、後に、まんじゅう型から開いて平らになり、帯、紫肺褐色ないし肺気褐色で、強い粘性を示し、表皮は、比較的剥がれやすい。傘の肉は、厚くて柔らかく、お白色あるいは淡いクリーム色を呈し、傷つけても変色せず、 味も匂いも温和で、特徴的なものはない。傘の裏面の史実創卓は、観光上をなし、ごく若いものではお白色ないし開白色であるが、次第に黄色みを増し、成熟すれば、暗黄色あるいはクラバイ褐色となり、傘の肉から分離しやすい。柄はほぼ上下胴体あるいは基部に向かって、やや、大のまり、中ほどに灰紫褐色でややゼラチン質の唾を、備え、 つより上はほぼ白色で平滑、下部はお灰色ないし背筋色の地に、紫褐色の微細な粒点をこむり、内部は固く充実する。宝士門は、暗褐色を呈し、宝士は強大円形内心円筒状大円型で薄壁、平滑、しばしば1から2個の油滴を含む。ガワシスチジアは、比較的稀で、上部が、やや太い円筒型をなし、無色ないし泡褐色、薄壁である。 円シスチジアは強防水上あるいは防水場、梱暴型をなし、豊富に見出される。殻の下部に生じる粒点はガラシスチジアの集合体である。傘の表皮は緩く絡み合った細い菌紙からなり、その菌紙末端は厚いゼラチン層に渦もりつつ、幾分立ち上がる。菌紙はかすべてカスガイ連結を書いている。初夏から晩秋にかけて、末族の樹下に群生し、 外政金婚を形成する。日本では、赤松黒松などの二新葉松の林内で動く、普通に見出される。沖縄においては、同じく2新葉松類の一種である、琉球松の樹下に生える。北海道では、赤松の植栽林はもちろん、ハイマツ、あるいは北、アメリカやカナダから輸入された、ストローブ松ピーニュースストローボスなどのも、新葉松類の樹下にも発生し、さらに、 稀には、頭皮族や、モミ族のトド松の樹下にも生えるとされている。人工培地上での胞子の発芽率は、ごく低く、発芽したとしても、培地上に胞子を置き残してから1ヶ月程度を、有するという。無菌的に育てた松の苗と共に、培地上で認培をすると、その発芽率は0.01から1%程度に、 向上するが、発芽が認められるまでの所要日数はあまり変わらない。酵母の一種に広く算する。南半球では、日清葉松の植栽に伴って帰化している。花江口は全体に色が明るく、柄の下部に微粒点を描き、柄松族の樹下に限って見出される。ぬめり口同様に、日清葉松類の林内で採集される網竹は、柄に粒点がなく、 つばをかくことに加え、傘の裏面の観光が放射状に細長いことで異なり、土タケは傘や観光の色調においては、ヌメリ入グ口にかなり似ているが、柄がほぼ白色を提示、粒点やつばを持たないこと、若い個実体では観光面からしばしば炭鉱白色の乳液が滲み出ることなどで区別される。ヌメリ入グチ属を含む、イグチ目ボールテイルズの分類には、形態的、 生態的特徴と合わせ、小実体や菌視体に含まれる化学成分の違いも重視されている。ヌメリーグチ属の属内においても、含有される指標成分の組成は種ごとに異なっている。ヌメリーグチの小実体からは、バリエガト酸やその異生体であるゼロコミン酸、あるいはアトロメンチン酸などが見出されているが、 これらはいずれもプルビン酸の誘導体であり、イグチ目に属する多くのキノコ類に広く含まれている。例えば、バリエガト酸やクレビリン類は、最初は花口から単離されたものであり、アロトメンチン酸は、ニワタケと共通する成分である。花口にも含有されている、フェノール骨格を持った大々色色色素である、クレビリン A、B、C、D 及びもまた、 ヌメリー口から検出されている。一方で、アミタケに含まれる、ボビノンマイナス3、7、11、15、テトラメチルマイナス2、6、10、14、ヘキサデカテトライニルマイナス1、4、ベンゾキノンや、その誘導体で、クギタケ族の一種クルーガムファスヘルベッティカスモーザーに、多量に含まれているヘルベティコンなどは、ヌメリー口からは見出されていない。ヌメリー口族のタイプ種である。 従来は、原竹木井口家に置かれていたが、現在では井口目に移され、その中でも小路家や扇竹家などと共に独立した、沼井口赤にところ属し、沼井口家が設けられている。沼井口赤の中でも、松族の樹木に限って、外星金婚を形成する性質や、胞子お及びシスチジアの形態が類似すること、あるいは古実体や禁止に含まれる。 化学成分の類似性などから、特に扇竹科の釘竹属との類縁関係が深いとされている。和名は、江戸時代に成立した金類図譜、信用金譜から採用されたものであるという。俗名のサウイーラスは、ラテン語で、豚を意味する。十分に成熟して平らに開いた、ヌメリ口の傘が、先端が平たい豚の花を連想させたものではないかと、推定されている。 種照名のルティアスもラテン語で、黄色の大意味し、観光の色調に由来する。北海道では、落葉、長野県、山梨県では、自己棒、または、リコ棒と呼ぶ。古くは、青森や茨城で、淡竹長野県下で、自己棒、岡山で、母体口の古称で呼ばれたという。新潟県の一部で用いられる、ムキタケの方言名は、食用に供するにあたって、 傘の表皮を除くことが習慣化されていたのを反映している可能性がある。これらの方言名は花井口や網竹、父山竹なども混用していることが多い。傘に強い粘性があることにちなみ、英語圏ではスリペリー、ジャックの故障があるが、これもまた花井口その他同族の類似種を総称する呼び名である。広く食用とされているが、消化が良いとは言えない。 また、本種に限ったことではないが、ヌメリーグチ属のキノコに対して、アレルギー症状を起こす人が稀にある。特に傘の表皮と観光層とは消化されにくく、傘が開いていない未熟なものは別として、成熟したものでは面倒でも取り除いてから食べる方が良い。生のままで汁物、鍋物、和え物などにしたり、一旦乾燥させてから煮付けなどにして食べるのが一般的である。 ただし、このキノコ独特の風味や香りは乏しい。欧米では強い粘性を持ったキノコがあまり喜ばれないこともあり、食用菌としての評価はあまり高くはない。ありがとうございます。